7件にわたって運行され北の大地に駆け抜けておりました。 C11207 号機には全照灯が左右についています。その見た目カニ目と呼ばれる親しまれておりました。霧の多い環境の中、機関士がカーブの先までしっかり見渡せるようにと、通常は一等のところを見通り、その車両を大切に受け継ぎました。ただいまご覧いただいている電車台は、JR 西日本の広島県三好駅へに譲り受けました。さらに、車掌車、車、ディーゼル車、電車台も全国の鉄道会社から譲り受けました。さらに足元の方をご覧いただきますと、スカートを履いているように見えますが、雪かきをするものでスノープラーと呼んでいます。ヘッドマークには体重がプルッお待たせいたしました。 SM 体重号の登場です。記念撮影と楽しみください。ここで一旦停止してから電車台入線です。SL 大臣の機関士さん、機関助手さん、お疲れ様です。よろしくお願いいたします。SL 大臣は東武鉄道では SL 大臣を見たら手を振ってくださいと皆様にお願いをしています。手を振ってご迎えお願いいたします。SL 大臣号が電車台入線しますと何度か汽笛が鳴ります。汽笛の違いをお楽しみください。なお汽笛の音が大きいため小さいお子さんが動いてしまうことがあります。保護者の方は特にご注意ください。なお汽笛が聞こえる距離は約3キロです。それでは体験が始まります。
これから一斉会場は客車と連結をします。その時に連結の合図を置くことができます。SM 会場は転車台から出発します。これらの全力37分発 SM 会場6号下りの時期として発車いたします。